クリッチレースレースってあるよレースってあるよスクリッチレースワニの科学力すごいワニすごいあ、そういうことおいおいどうすんねん放置気味、放置プレイかお前かあ、いけるんやいけるんや、私おいしょい、いってらっしゃいほっ何がレースあ、ちょ、なんで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 ってことかなでもこれ、ちょっと残機数としてはちょっと心もとないえ、どうすんのいや、だって俺、多分届かないでいや、バナナコインは無理だからあの、普通のジャンプあ、ジャンプ入るこれ、あかんで、ね、そうあ、いや、うつそうバナナ食べたさあ、TNT おぉ、どうすんの投げるめっちゃ速い人がおるぞめちゃくちゃ速いのおるぞ K じゃね違うバナナなあこれまたこれまたやらしいな速度が重要バナナコインやったもんねマジで？あれ、ありがとう。あ、おお、コンボ。今日のジャンプねっていうコメントが今来ました。ナイスジャンプやったんですけど、ね、ナイスジャンプやったんですけどね、あの飛ばされることには慣れてないよね。そうね、よいしょい。でも新しい面行くとさ、やっぱちょっとテンション上がるよね。あー、なんで？またか。だってジャンプできなくない？嫌いです。よいしょ。嫌いです。どっかで死んだ。なんかに当たった。三列目ぐらい。いや、ごめん。取れない。これさ、上に当たったら当たるよね。うん。ってことはさ、さっきのとこじゃできる。ここよ。今上ダメージくらいかな。まあ、くるくるでいけんの。お前。当たったけどダメージいかへんかったってことは一瞬やったからそうね仕様なの分かんないまあいややってみようくるくるでいけるなやるしかないねこれはあと3件やしなくるくるでいけると思うそしたらどうですかくるくるでいけるいけるんだなそれ気づけやわひー出てくる前にもう持っちゃったあーなんでなんでくるくるせえへんのくるくるしたかってん俺もジンガンスピードジンガンってスピード進行はいとりあえずワンナップよし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 ここいるよあいついるよお前ことお前こと川さんといかよえバックアタック投げへん尻尾はダメージじゃんどんな子この子おい猫のナインテールだそうだそうだあーやばい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 よじゃあ戻れおうおうよいしょいよいしょい出てくる前に投げちまいましたでなんでやねんなんでなんでなんすかジャンプ力が足りないなんでなんで腹立つ顔してんなくそなんも言えへんわ俺が悪いからあらゾーンそうだあれけどいやそろそろもうやばいよこれあと2ですよまた持ち越しかマジでね再開してたからなああしかも最終面あやばいよ皆さん思ってる以上に怖いんですよよし
テルがおるから、うん、ね、逃げる。あー、やい、そんなにウィンテルって捕まっちゃえば、いや、一回使いましたよ。そこがあんまりやって、もう上にビル登っちゃおう。おるやおるやおるや、鳥さんがいる。鳥さん、お前いる。おい、ここがとえ、スクリーチって何やっけ。超えていけ。あー、なんかね、あるんですよ。そう思ってた。俺思ってたの。すげえ、なんか俺ここあったと思って。あれ、でも死んだけど、ごめん。そう、なんか 今ちょっとええとこ行ったのに、もうでもゲームオーバーコースやな。ここからですかって。でも今俺覚えてた。すげえ。どこ行くの。違う、始まるやん。行くやろ。言うよ言うよ、待てね。で、そのまままっすぐ行って、上に上がるところ、上に上がるところ、そこ下下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 下、そう、これでショートカットできたはずなのよ、確か。で、左行った方があるから、おで、そう行ったら、だいぶショートカットできたんちゃうかなと思う。あかん、こいつ苦手やもん。最初から渡した方がいいんやろ。よし行こう。行くよ。ベース開始よ。ワープしたよ。っていうか、曲いいね。突然なんでこんな曲出てきたの。チョコブレスみたいなこと。Ah!
ですよ。あー、50ギガ使い切ったな。これでドンキは終わらすつもりでいたんですよね。あの正直クリアしたとしてもしなかったとしても、まあ、3回になるとね悔しいけど悔しいけどな。でも多分見てる側の人もそろそろ違うゲーム見たいなって思って反応ちゃうかなと思う、まあ明日するけどね俺、まあ、明日はね、うん、2人でやるゲームとして明日頑張るコースでしょ。はい、頑張るコースでやる。頑張るコースでやります。こういうのを頑張るコースでということでしょうね。なんか僕のね見てくれてる人でゴジラのゲームが面白いよって言ってくれる人、あの対戦のゴジラのゲームが面白いみたいな、それバファミコンであるよって言ってくれて、あーそんなんあるんですねって言ってたから、まあ、ちょっと調べてみようかなと思ってましたけど、なんか格闘アクションみたいな話。もしあれやったらそんなやつ。いやでも俺格闘アクションになるとコウスキに負けるからな。強いからこの子17分です。17分です。そっか、これを続けるべきか続けないべきか、そう思いますね。まあでも次やったらできひんことはないんやろうけどね。あまあね、そうです、はい、なのであのまたちょっと置いてからやると綺麗じゃん。そうね、なのでまた一回挟んでから、うん、じゃあ次やるときに違うゲームを一回挟み二回挟みとかしてまた再開っていう、はい、リベンジをとかなとは。はい、やりますよ。やるんだって。まだ考えてないですけど、でも今日機材のトラブルが多かったのでそれが解消できないとそれこそどうにもならないと思う。それにそれ次第かな。え、わざとダメージ受けたらやられません？なるほど。バグ技ね。バグ技はでもまあバグやからね。あな。明日のね、その俺も どうしようかなと思ってるのが、明日もね、あの頑張れ声もやるんやけど、八重ちゃんが、八重ちゃんの人魚変化の術っていうあの人魚になる術があるんですよ。あるね。で、ビジビジってなるやつ。あれを、水中で使うと、綺麗な人魚になれるんやけど、いるね。地上で使うと、なんかあの失敗してただの鯉のぼりになるのね。なんかあれやろ、打ち上げられたやつみたいに。さっきのそれこそさっきのエンガードみたいな状態になるんやけど。でもそれはソフトのバグで、あれをやってる時無敵状態になってる。あ、なんか聞いたことあるなそれ。テキスト抜けるんや、確かに。そのバグ技を採用すべきかしないべき、ボス戦とかでってこと。そうそうそうか。多分それをやるとめっちゃぬるゲーになるの。まあな、一日でクリアするゲーム予選だったらちょっとやってみて、姉さんがいけそうだったら使わないやつで、そうです。バグ技に関してはちょっとあのシビアなところあるよねっていう話。あーそうね。あの、ネットで、多分今のレースとかしてる。はいはい。敵時間を利用して、レースが始まる前に応援するって。それ一回やってみよう。無敵時間やってみようそれ一回。無敵時間を利用して。無敵時間。無敵時間を利用して。始まる前にゴールするってことは無敵になれるのがどっかにあるんだろうな。わざとやられてってことですか。どういうこと。いや、言うかちゃう。あ、今気づいた。あれワニなんだ。飛行船ワニなんだ。チェイス。まずとりあえずあのレースのところに行かなくて、まずね、まずレースを始めないといけない。帰ろうか。行こう。お願いします。はい、帰りなさい。注意。あーっと
となんで？そうだそうだ、スピーチじゃない、スピーチじゃない、強げない。さあ、さあ黙ってるって言って。さあさあさあ、俺も一回死んでるから何も言えない。まあちょっと戻す作業的な感じにはなってますけどもね。はい、やっていこうかな。ちょっとなんかその明日の声もに関してはい。でこうちゃん、うん、あの AB のあの違うあの YB 同士用しかなんかの剣ガードは使うと思うよ。剣ガードそんなもん。なんで？そこができへんよ。しなあかんの。なんかそれずるくない？俺じゃ無理だ。あったよ。飯とどうすんだよ。じゃあ今俺やるよ。ああなるほどね。それな。よろしく。早いな。3分の1ぐらいで失敗するな。シュイ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 。おお、あれかもしれない。エスケーツーから帰宅しましたって言ったその会社から見ていらっしゃった方が、ああそうなんですね。です、会社で見ていただいて、お帰りなさいませ。はい、あのそしてですね、どこに行くんだ？ゴールに行くんじゃないか？レース開始前にゴールのゴール？レース開始前にゴール？いいんですか、そんなの？え、そんなの？ちょっと、まあ、なんかとりあえずレース目前まで行ってみましょうか。じゃん。泣いてやほえわほえオーバーズオーバーズさらばバードお願いします。え、なんでほうはい、これは知ってるのか。試してみますか。倒ろうか、くるくるしようか。試すのはいいんだけどね、今ゼロ機だってね、もうね。そう、まず試せるのかっていうところなんだね。はい、はい、あ、くるくるのことかな。くるくるのことかな。なるほどね、紙だ、くるくるしてるの紙だ。勝つか、そういうことね。あーいやんラファイルラファイルクラファイルクラファイル、なんかっぽいな。すげえ、なんの意味です。ナイチェル、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 踏んでやナイチェル、踏んでや投げらってや、当たってやほい。いや、ほい。お、怖い。じゃあ、ちょっと
しい。え、いける？あ、そういうこと？あ、なるほどな、なんとなくわかった、なんとなくわかったぞ。どういうこと？多分あそこに生身の状態で行くと、うん、レースが強制的に始まるんだよ。点滅してる無敵時間だとその判定が多分ない。じゃあ行くよ。行ってこい。はい、とりあえず、うん、これはもう自力で取るよ。取るよ、任すよ。よしよし、はい、いいんじゃないか、いいんじゃないか。で、ここは俺が行っていいかな。ここは大丈夫。ジャンプポーン、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 はい、オッケー。で、ここは怖いね。ここあれやったよ、君のさっきのさ、なんかよく分からへんジャンプで行けたやんか。ここがね、じゃあ私行く、私行く、私任せるよ。どうした？はい、ここ私行くわ。変わるときさ、はいよ。何？ま、マジか。そう、これマジか。この前発見してる。マジかって言ってる顔。マジか。いや、なんか今思ってんけど、こうまだ大事、まだ大事。僕がね、ディクシーがディディに変わるときは蹴飛ばすじゃない。うん、で、ディディが僕に変わるときはね、うん、嫁はんの尻にペローンってやるんですよ。そう、セクハレ。それに対する怒りなんじゃないかって思うんですよ。蹴んな、蹴ん、いや、蹴るから、蹴るから、蹴るというか、お尻触るから、うん、蹴んなってこう、何してくれてんのこれっていう意味で変わってるのかな。俺ジャンプポン言うてくれへんと、俺これ怖いねんけど。ジャンプポン、ジャンプポン、はい、はい、よいしょ、いくよ。いや、飛べるよ、飛べる、飛べる、飛べるし、飛べる、飛べる。で、ここでハゲタカちゃんがこう、そう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 、覚えてるね、結構来てるよ、来てるよ。ここまでは分かんねえ。あ、おったおった、もうええんちゃう、もうええんちゃう。まだおるやろ。ほんまに？おるやろ。あ、おるよ、おる。あ、でももう大丈夫。あ、もう、あ、だめ、最後、うん、最後おるし、最後戻って復活しとるし。いやー、スタンバイ早いな。ここ、ここあれちゃう、変わるの飛べへんのちゃう。無理やな。ほらほらほら、やろ。蹴りやがって、えーっ。で、ここもいけ、いけるよな。じゃじゃ、で、で、で、あ、あ、来たよ、任して、任して。あのですね、うん、ここ僕ね、前回裏技で、うん、スクリーチに出会う前に当たる、うん、時に当たって一人を犠牲にすることで、さっき言ってたやつよね。なんていうんですか、こうレースが始まる前にクリアしちゃおうっていう作戦、うん、というか、そういう裏技があるって言われて。でも結局見つかれへんかったよ、前回。そう、見つかれへんかったから、うん、これ事務所になぜか2本あったこのゲームを1本借りていって自宅でやったんですよ。で、持って帰ったもんな、お前。持って帰りました。あの、ついでに本体も貸したから。そう。そう。本体も。1週間なかったの、そのせいです。そう。あ、そうなんですか。そう、僕が研究してきました。で、これクリアのね、方法があるんですけど、いろいろね、皆さんが言っていただいた方法とかあったんですけど、自分で調べたのが、これが敵のカラスさんな、スクリーチ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうすん、え、どうすんで、結局、どうなるの、これ。これね、レースがこのまま進むとね、うん、信号がついちゃって、うん、レースがスタートしちゃうんですよ、うん、それをさせないっていう。お、見えてください。まず当たります。光ってる間にほら行くと、お前見てみろ。え、嘘。何事もないかのように。レース始まってない。始まんないんです。あ、ってことはあとは落ち着いて当たらないように、こう後ろから来るストーカーにも怯えず、ストーカー言うなよ、ゆっくりとこう悠々とね。まあ、ただ今一人だから、今一人身だから、ちょっとあのみんな優しくして、ガン直らんねや。そう、みんな優しくしてっていうふうに。コメントで、あら、レース中ですか。お、その手があったか。そう、レース中といえばレースが始まってないというか。そう、レースしてないですね。え、嘘やん。僕がそんなんずるくない。フライング、フライング、フライングじゃないというか、公式フライング。そうですね、うん、やべえな。まさに悠々とこう、まあ、もうあれ、なんかやっても厳しかったからね。もう裏技に頼るしかない。フェアじゃないな、なんか。せっかく教えていただいたなら、なんだろう、意味がきっとあるんだと思って僕は調べました。昔のヒールやった時のプロストみたいなことするな。わからへんよ。でも、これでもクリアできるんですよねって来てる。そうそうそう、クリアできるんです、うん、クリアできるんです。ただ、うん、ただ皆さん、僕ね、これやってここの裏技見つけて満足しちゃって、うん、そこからはやってない。いや、違うの、クリアしようと思ったの。DK だって折れへんねんで。ちゃんとクリアしようと思ってんけど、うん、やっぱなんかせっかくやるならコウスケと一緒にクリアしないと意味がないと思ったわけだよ。視線見たくなっちゃうしね。で、なんで一人で俺がテンション上がっても何にも面白くないやん、うん、俺がただ楽しいだけやから。あ、怖い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 
ったけど、なんか向こう側やったね。壁の向こう側やった。壁の向こう側？うん。何これ？何これ？これがね、多分ね、ゴールテープなんじゃないの？ゴールマナーなんじゃない？あ、おらー！今だからあの上からボーンっていかなかったんちゃうの？あ、そっか。なるほど。よいしょ。あ、でもクリアは。どうどうどう？フランキー、フランキー。フランキーじゃないよ、ファンキー。ファ、ちょちょちょ、君や。イエス、もうボスだよ、ボスだよ。ちゃんと待って、ね、ちゃんとさ、2つある、2つある、そもそも。あ、もう一回行こう、もう一回行こう。じゃあ行こう、いや、読もうか。かっこいいですね。目の飛行機乗るともうかっこいいはずです。で、フライトできないんですよ、ね、ブースイット、金よこせ。そうね、そう、 2枚あると思ったけどな、あかんかったんか。空飛ぶホバーボード乗りたかったってことは、その先とかなんかあったりしない？スクリーチレースの、いや、ね、これがね、もうボスなんです。そう、マジで今見てもらったら分かるんですけど、ほら、一人なんかいるじゃん。これリンクリさんですね。おばあちゃんです。うん、おばあちゃんとこでセーブできるやん。とりあえずセーブはできますね。セーブはできる。セーブした方がいいんじゃない？セーブしとこうか。うん、はい、こんにちは。あ、今日俺か。はい、こんにちは。今日はお話をしましょう。頑固じじい、クランキーのお話ですよ。フォッポッポ。私の旦那様なの。セーブにも金かかるけど。まあ、しゃあない、しゃあない。しかも、私に聞いて聞けっつってるけど、リンクリーコング。何？私について聞いてみないやけど、これ。聞いとこか。ただやしな。読ましてだけや。私はクランキーの奥さんですよ。それからこの学校の先生です。この人はあまり役に立たなかったわね。すでには出てる情報ばかりというね。うん、存じております。だって敵の最深部で何を格好したんだこいつは。まあな、うん、そもそもな。とりあえずセーブは大事ね。セーブは大事。セーブは大事やけど、あんたほらもう一回越さなあかんからね、あなたが。いや、俺が越す。いや、やり方俺は無理やもん。行くよ、とりあえずセーブはしよう。とりあえずしよう。死ぬこと言わずまずセーブだ。はい、死ぬこと言わずセーブです。よし、はい、セーブしました。オッケー、セーブしました。で、これで使い果たしてしまった。先生、さよなら。はい、またいつでもいらっしゃい。皆さん、さよなら。さすがリンクリーおばあちゃんって、うん、マイペース。さすがやろ、うん、どっちや。俺のことか、リンクリーおばあちゃんか。2は全面クリアしてるから、それなりに覚えてるって方がいらっしゃる。本当？なるほど。あとラスボスだけだけど、これってことはもし仮にやられるとするじゃん、はい、うん、そしたらスクリーチレースクリアした状態からなんだよね。そうです、そうですね。あ、じゃあもう残念いらなくてもいいのか。そうそう、そしたらあのやられてもここから戻るだけ。なるほどだ。残機上げ意味ないんじゃないか。行くか。じゃあ行くか。コメントで多分今でもキャプテンは倒せると思うって。本当に？本当に。キャプテンってあれやんな。そうね、うん、倒せると思う。とりあえず行ってみよう。そうやな、行ってみよう。俺もなんとなく覚えてるよ。そう、おお、懐かしい。あー、あった、やめてあげて、やめてあげて、やめてあげて、いじめないで。僕らのドンキーで、これを持って、え、投げんちゃうの？よいしょ。ええ、こいつ確か当てるんじゃない？吸い込むんじゃない？あーあー、あ、そうだそうだ、吸引力の変わらない、ただ一つの何がし何がし、それがし。これはあかんねん、これはあかんねん。怖い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 よ、怖いよ、怖いよ。よしよしよし。で、これをこうしてこうしてこうのこうのこう、こっからのこうしてこうやってのこの黒子。おい、おお、お前一人でテンション上がってんの？お前テンション上がってたわ今。お、でもラスボス、おお、二つかいな。ああ、おお、懐かしいって方と、ラスボスはサガラって言ってる方が。ラスボスサガラ、いつきか。やつか、やつめ。羽根さん、奥さん対サガラさんじゃん。やつめ、すごい絵だな。でかいからな、ね、ステーキおごれ。あ、コメントで、あ、あ、当たった。踏んでもだ。いつもやってたな、やりやすかったって方がいらっしゃる。やっぱくるくるできるとね。うん、ここは誰飛べるもんね。くるくるでき、もう一回行くよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ますいらっしゃいませ。案外死にまくってるな。あかんな。いや、チュン、チュン、ちょっとまだこうスピード感に慣れてない。落ち着いていけばいける。あの、もしよかったら皆さんアドバイスとかいただけると嬉しいので。教えてください。いや、この後なんですよね。お願いします。なんかこれ飛び越える、飛び越える、うん、はい、オッケーオッケー、いいよ。で、打ってくる、打ってくる、で、ジャンピング、飛び越える、ジャンピング、はい、持つ、入れる、とりあえず避けろ、早いよ、お食べ、はい、とりあえず避けろ、そうですよ、とりあえず避けるのね、よし、おお、2個くれよ、食らわないのが大事。これ多分打ったら戻る真ん中のやつですよ。本当に？
でそこに行ってあんま近づきすぎたらあそうなるよ。あと打ってくるとだんだん速くなるよって。そうなんですよね確かね。ああるかあるか。ギュギュンってくんねん。はい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 。これでもディーディーの方が立ち回りはしやすかったような覚えがあるなやっぱ。なるほどね。うん、あでも滞空時間があるから飛び越えるのとかはディディの方が楽か、あディクシーの方が楽やとは思う。うん、相手が吸引攻撃をしてきたら敵を重攻に投げ込みって、はい、そうです。そうね、これをこれね、こう美味しくいただきました。早いよ、早いのが来る。はい、そうそうそう。で2個飛んでくるからね。もう1回来るのね。これは2個飛んでくるのをこう、あーちょっこう、あーちょもう1回来るよ、もう1回来る、もう1回来る、こうよし、で飛べ、どっちで、こう、あなるほど飛ぶのか。そう早い早いよ。よしよしよし、3回いった、ボロボロ、3回いったよ、3回いった、あ、通った、終わった、うわぁ、バーに投げる力が DD かなって。あ、そうね、そうなんすよね、それね、そうなんすよね、そうなんすよ、めっちゃ早いよ、めっちゃ早いよ、めっちゃ早いよ、これ。お、うまい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 よ、こうちゃんうまいよ。で、踏んで出してこう、あー、オッケー、いいんじゃん、早い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 、4回よ。ドンキいつの間にどこ行った。まだ終わってない、まだ終わらへん、飛ぶやん、バウンディ跳ねてるやん、跳ねくん跳ねてるやん。あ、骨付き鉄器を1個放った後にタヤダルに返してくるんで、これをジャンプで受けると踏んで、どれで、あー届かない、あー何、うん、これやっぱ俺やな。すごく難しい、ごめんなさい、いろいろ教えていただいてて。あとは中ジャンプもできたら楽かなって。中ジャンプ、中ジャンプってなんだ。中ジャンプってあの中途半端なジャンプの、あ、距離じゃん。おっと、最初来る？最初から来る？お前最初から来てた？うまいことこう、あれってこと？なんかこう、いい感じの高さで飛ぶっていうことかな。そうちゃうかな。来るよ、来るよ、ジャンピン、ジャンピン、投げる、来るよ、ジャンピン、おうよ。思いっきりジャンプするとタイミングが合わない、球も後で来るって、はい、なるほどね、なるほどね、なるほどね。もう一回くれよ、そっち、え、持つ、おぶねおぶねおぶね、ね、早いよ、ジョッピン、早いよ、これまだね、おいおいおい、ここまではいける、カモンドンキ、カモンドンキ、おう、高いよ、これ上下のやつね、いいよ、いいよ、早いよ、これしゃがみとの使い分けのうまさ、よし、いいよ、飛ぶよ、来たよ来たよ来たよ、4回4回4回、これバウンドでっちゃ、バウンド来るね、バウンド、バウンドが来て飛べる、これもまあ飛べるやろ、飛べます、これも飛べる、これは飛べない、飛べる、飛べない、飛べ、飛べ、怖い、飛べない、踏みたい、踏んだ、あーよいしょ、いいよ、オッケー、来るよ、飛んで、はい、5回5回いったよ、あと何回、あと何回、あと何回、何回、まだあんの、君の生命力はあとどれぐらいあるの、うわー、こんなんありました、最高ギネスやん、こんなんありましたっけ、ミュウツーじゃないですか、ミュウさんすごいね、すごいこと、お、すごいこと考えな、おい、コメントで9段階までって方がいらっしゃる、マジっすか、兄さんマジっすか、こいつ9段階も、兄さん、うわー、9段階もあんの、これ、何これ、すごい、でも、いけてるで、いけてるで、うい、近い、飛ぶよ、来るよ、よし、飛んだ、6回、もうやべえ、ミュウツー、どうした、来た、どうした、今度こそまだまだいんのかいな、いやでも行くかもしんないよね、俺行くかもしんない、まだいけるよ、何に何何これ何何何、あかんかん、凍りました、凍りました、じわじわくる、で俺おるから、俺おるから、俺おるから、おるから、これはくるくるか、お、なんか透明だった、今のくるくるやったな、くるくるちゃう、今来てるからな、え、何透明、うん、そんなんあんの、相手の出方をちょっと早いんちゃう、うわこれ、よわ難しい、ええ、ゲッツなこと考えはるわ、カメラさん、あ、くん、あーか、これ、あ、違う違う、これは、あ、コメントのアドバイスが来てます、はいはいはい、読みますと、ディクシーのジャンプ出すボニーテル効果で青いゲームに簡単に避けられます、そうそうね、あれ、ね、交換するべきやな、ディクシーの、ジャンプ出すボニーテル効果で青いゲームを簡単に避けられますの、あ、うんだね、うん、これ読んだね、うん、2回連続やったよ、あと、あと、はいはいはい、あの色付きの煙が厄介に何種類かある、言い忘れてました光学迷彩もある、あと青い煙に当たってしまった場合は AD を連打すれば早く解除、
AB 4連打 AB 4連打おっとっとっと、うん、達彦そこまでお前ディクシー待機させた方がいいんじゃないのか。そう変わろうか。ちょっと待って、変わるよ。指は俺がもう、俺の方がもう慣れてるってことだ。指は慣れてるな。そうだ、隣でやってる子のカチカチカチしてんの聞いてんの懐かしいな。よっ、いいよ。よいしょ、ついた、ついたついた。いっぱいありがとう。どう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 。おう、とりあえず。ありがとう、いろいろみんな。体当たり攻撃では、見えなかったね。見えなかった見えなかった。そう、うん、さっきのやつね。スネークやな。ワニのくせにスネークやな。なるほど。オッケーオッケーオッケー。分かったよ。なるほど。はい。はいよ。はいよ。足を引きずる。砂はあるからまだいいって。うわー、くそー！これ怖い。これ怖いよ。踏め。で、投げろ。投げるんだ。え、なんで？違う違う違う、穴に。おっ、あーっ、もう一回行こう、もう一回行こう。飛べる。これも飛べる、これ飛びへん。くぐれ、飛べる、くぐれ。飛ぶ、くぐる、踏む、入れる、入れちゃう。あとは、入れるも入れるだけ。早いよ、早いよ。ドカン来るよ。くるくるできるよ。で、なんか、早いの来るよ。わー、来た来た。で、これか。わ、なにこれ。最後的です、ミュウツーや、ミュウツー。すごいな。これでも案外避けれた。案外あの軌道さえ読めれば避けれる。なるほど。下すくう感じで。ああ。はいはいはい。まあ。下すくう感じでいけばいける。ちなみにあと何機？ゼロです。ゼロ。ってことはもう一回。はい。でもまだいける。大丈夫、何回でもいけるよ。何回でもできる。何回でもいけるよ。もうすぐ前やから。はい、この後終了5分前なんだけど。じゃあこのまま向かっときます。OK です。そしたらじゃあ、次の枠の頭からプレイ自体は最初に、ね、ちょっと休憩しますか。そうね、はい、はい、でいこう。じゃあ先ほどのね枠の続きで、はい、ラスボス、はい、キャプテンクルールを決戦、キャプテンクルールをクリアしていこう、はい、いきますよ、うん、誰かがワコツって言ってくれたら行くよ。見に行ってくれへんかったら行けない。誰かがワコツって言い次第やるよ。僕もいらっしゃせって言わせてほしいからね。なるほど。さあウォーミングアップしとこうか。ラッシャーせーってきた。ラッシャー行こう。ラッシャー行こう。和骨が欲しい。ラッシャーせー。はい、何名様ですか。和骨ってきた。はい、ラッシャーせー。いいよ。何名様ですか。おタバコ吸いになられますか。3名様でございます。はい、ラッシャーせー。3名様。あ、やってる？できてる。あ、こんにちは。やってます。こんにちは。はい、動き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 。今それどころじゃないねや。今それどころちゃうねや、俺は。はいはい。なんかね、先ほどね、ワグでコメントいただいた、どうやら9通りぐらいこいつのパターンがあるということなので、はい、多分9回当てれば勝てるってことだろうなと思うんで。そうですね、なので、1回、1位とか2位とか言いながら出た方が分かりやすいのか、ね、今1回目、はい、2回目、2位、うん、早いよ、ファイトって、よし、頑張る。そのファイト一番嬉しいよ。頑張る。はいはい、そう、ここか、ここここね、ここね、2個飛んでくるからね。はいよ、こはいよ、コウスケさんがね、指たら戻る、真ん中へ、中、はい、テニステニス、よいしょ。ああ、届かん、届かん、届かん。赤子3回目ならず。でもう一回やるから。さっきと逆よ。はい。はい、よいしょ。いいよ。はい、よいしょ。はい、よいしょ。いいよ。よっちどっちどっち。いいよ。よいしょ。はい、こう3回目。3回目ね。オッケー。これが手塚の。何？これがあれですよ、なんだい？アトベのショットです。ワコありです。はい、いらっしゃいませ。はい、4回目。早いよ。早いよ、来たよ。来たよ、来たよ。4回目いいんちゃう？いいよ、ハイペースよ、これ。オッケー、来たよ。飛ぶよ。オッケー。まだ飛べるよ。まだ飛べるよ。毎日収蔵。ここら辺まで。収蔵。収蔵。よしよしよし。ああ、ここでか。怖いぞ、これ。踏んで投げる。近くね。振り返って。無理やな。ああ、くそくそ、難しいな、うん、青木さんが全く役に立ちません。手汗がひどいです。青木ディクシーが全く役に立ってません。ライトで洗って言われてるよ。しょうがないじゃん。頑張れ。
俺はすく、お前はすごいな、お前バウンドさせるんか。もうスクリーチレースクリアしただけでもうだいぶ満足してんねん、こっちは。調べ尽くしてちゃんとやった裏技クリアしたから。はい、2回目。はいよ。青木さん、あれよね、あんまり、ボス戦得意じゃないよね。難しいかもしれないですけど、はい、直接入れる感じもできなくもないです。ああ、なるほど。近いの、そっち？やれってことか。いやー、やれ、いいかな。いいかな、投げ入れる方が。そうだよね、なんかそうそう、ちょっとぐらい乱暴な方がいいんちゃう、うん、って思う。そうそうかも、そうかも、確かに、確かにそうかもしれん。なんでも、なんでもこう、優しくさ、全部しちゃうとさ。確かにそうかもしれん。そうやろ、うん、全部優しくするのは俺違うと思う。じゃあ行く？このまま。女の子だってそうやと思うもん。1から10まで優しくされたら男気感じんと思う、うんうん、さあ、これで何段階目？これでね、今5ですね。5回当てた。そんなに当ててる？うん、さっきので5やった。お、バウンドする。すげえ、なんか音ダブってんな、お前。踏みたい。いいよ。OK、 来たよ。うん、6回目。たぶん6回目。来たよ、来たよ。次は回るやつか。次回るやつ。マザー2、マザー2。さっきの吸い込み中に少しずつ近づいて反転させて吸い込ませるのもできなくはないので。ああ、なるほどね、なるほどね、なるほど。直接当てるってそういうことですね。そういうことね。すくい上げ、オッケー。はいはい、うわあ、なんだこのレアコイル。レアコイル感すごくないこれ。ああ、なるほど、うん、いいよ。いいんじゃない、いいんじゃない、はい、あと今何回目、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 7回目多分。これ変わらなあかんのじゃんの、お前。あ、そうか。え、本当に？ジャンプで飛んで、ジャンプで飛んで、飛んで飛んで、飛んで飛んで、これを飛び越えてくれるから。あ、オッケーオッケーオッケー。くるくるくるっと、はい。オッケー。お、ゆっくりゆっくりゆっくり。ゆっくりやから、飛んで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 。うん。飛んで飛んで。はい、で、3発目が、ジャンプ。オッケー。いいよ。で、入れちゃって、入れちゃって。で、で、次赤いの来るから。赤いの来るのね。当たったら遅くなるやつね。オッケー。当たったら遅くなるやつね。はい、飛んじゃって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 。おお。これもう飛んじゃって、飛んじゃって、飛んじゃおう、飛んじゃおう、飛んじゃおう。これじゃない？これじゃない？終わりじゃない？これそろそろ。来たんじゃない？あ、早い。早い。怖かった。え、まだやる？まだ行こう。まだ行こう。まだ行こう。まだいんの？まだまだ行ける。これも。何これ？飛べる。これも飛べる。まあ私やった。ああ！逆だった。逆だった。AB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 。ボーリングアタックが最強の防御策って来てる。なんだと？ボーリングアタックが。ああ！よし。ボリンがよし、あとは任せろ。どこ行ったら、どこ行く、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの。気をつけて。どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの。吸引攻撃。うお、近いよ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 、近いって。何あなた。忍者なの。忍者なの、あのワニ。忍者なの、誰なの、あなた。ちょっと入る前に一回コメント読ませてもらっていいですか。入りましたけども。はいはい、やりながらで大丈夫よ。やりながら大丈夫。うん、さっきの直接のやつのお話。近い近い近い。はいはいはい。吸い込ませるの失敗した時の処置なので、基本的には入れてくださいわらっていうのと。あ、わかりました。あとローリングがタックが最強の防御につくっていうのもあって、吸引攻撃はダッシュしていて負けてしまいますが、あ、そういうこと。ローリングアタックならば逆らって逃げることができます。あ、じゃあここをしろってことや。なるほどな。あ、じゃあギリギリこう吸い込まれそうになった時にそれをやると、うん、逃げられるんだ。今2回目だね。あ、忘れてた。消えて吸い込みの繰り返しも忘れてた。もうちょっと早く教えてよ。まあでも9段階目だから多分さっきの最後だよ。そうね、多分もうあれ序盤でしょ。序盤じゃない、終盤でしょ、うん、はい。これ逆になると気持ち悪いねんな。そうやな。これ3回目のやつな。うん、そうよ。いいよ、いいよ。ここじゃ悪くないよ。くるよ。悪くない動き。悪くない動きよ。これ3回目でドゥーンってお前、お前もうなんとか、なんとかもう何とかせえ。3回目なんかなんとかせえ、自分で。自分でなんとかせえ。ゲームのコンセプトを全否定するコメントですけど、自分でなんとかせえ。うん、さっきので最後、うん、だけど、ねえ。え、何？ねえ。不思議な方がいらっしゃいますよ。ねえ、何よ、何よ、何よ、9回で終わりじゃないの。確かに、リリーとディクシーのローリングでなんとか勝てるっていう。なるほど、なるほど。さっきまで最後というのはよろしいんじゃないかなと。それでオッケー。俺これ慣れたな。ことらしいので
うん、何かがあるってこと次。ほ、今何回目や。5回目か。5回目かな。5回目、うん、そんな言って多分5回目。これ逆か。いや、いけるよ、こうちゃん。逆で慣れてるよ、もう俺。そうやな。コイル、コイル。これコイル。これコイル。これコイル。飛んで。これレアコイル。ほい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 、イエイ。これレアコイル。動かしてるのはミュウツー。どういうこと。いけるいけるって。いけるいける。えっ、ー、タルーヌーン近い。よいしょ。はいよ。よいしょ。いいよ。これもう変わっとかなあかんねんな。次ピュンってやったら、次あの体当たりされたら変わるから。オッケーオッケー、わかったわかった。よし、変わる変わる変わる、はい、変わる変わって。よし、はい、ジャンピング、はい、ガル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 ンと、はい、スーパーゴースト神風アタック近くね。あー、そうか、そうかそうかそうか、取るで、取るで、取って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 変わって、よしよし、それゆっくりや、こいつここでゆっくりね、早いで、で、で消えるで、透明ね、よし、来た、はいはいよ、はいよ、はいよ、吸って吸って吸って、あ、おお、いったいった、はい、はい、よいしょ、で、確かあれか、スーパーゴースト神風アタックジャンピングバージョンや、これゆっくりゆっくりになるやつ、はい、ピョン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 、で、吸って、よいしょ、あ、いった、早いで、はい、オッケー、次は飛び越えて、なんか次どうなんの、安倍神戸やろ、安倍神戸、安倍神戸、あ、これか、当たったら安倍神戸さんか、さっきあなたこれ当たったからね、いい感じで、いい感じで、最後打ってきてる、いい感じで、はい、ドンキーコング、いきます、再開、あ、ちょっと待ってね、一回止められる、今、あ、無理無理、あのね、お二人の座り位置がよろしくなくてですね、ちょっとごめんなさい、無理ですね、今回無理、今回、はい、今このまま止まってるわ、今止まってる、じゃあそれでこのまま止まってますわ、はい、よろしくお願いします、始めて大丈夫な、はい、よし、大丈夫です、スーパードンキーコング2最後のボスキャプテンクルールをやってるよ、くるくるくるっと、もう一丁、違う、はい、いろいろありまして羽は死にました、はい、すいません、はい、まあしょうがない、さあ3回次 3回行きました、まあここまではね、そうなんですよね、はい、で私羽羽羽来たよ、羽来たよ、ちょっと待てよ、俺行く、俺行く、大丈夫、ただいま、あーダメか、また次俺またいるからきっと、ちょっと待って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 、はい、今どこ、これか4回目、えい、やった、9段階中4回目、4回目、えええ、でもろもろあってくるくる青木を死ましたと、はい、あ、バウンドバウンドバウンドマンバウンドマン、よいしょよいしょ、僕のバウンドアカデミア、どういうことどういうこと、ちょっと上級者向けだったかな上級者向けだったかなバウンドマンはカロジマ、ミスターバウンドレディ、カロジバウンドマンまで分かんない、ミスターバウンドレディってない、あれ近かった近かったから、危ないよ近かった、危ないよ、はい、どっこいせい、はいよ、おお、来たね来たね、ダブル鉄球ね、はい、よし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 、いいよいいよ、引き付け方がおしゃれよおしゃれな引き付け方、オッケー、今俺も吸って、あたりを吸って、ズーン、そろそろ来るんじゃないお前、え、来るんじゃない来るんじゃない来るんじゃない、来ない来ない来ないよ、あ、痛い痛い痛い、来たよ、じゃあこれを飛び越えたら変わるよ、はい、お変わりなさい、怖くないんだよこんなものは、さ、と、ね、ゆっくりやからな、ゆっくりやからな、こんなね、行くよ、消えるよ消えるよ、大丈夫、はい、来たよ。なんでなんで、あれちょっと待って、俺今うん、ケツ向けてた、マジで、お尻向けてて、あのケツ盤待ってた、ごめん、うん、すごい、これ無理違うの、俺押しても、あ、いけた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 、あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、なんでくそ、いやでも今のは俺が悪い、あれって、リリーじゃ絶対受けれんのかなってね、リリーでは無理なんかなってね、えでも普通どっちでもいけるように作るのは、いや、いけるとは思うけど、かなりタイミングシビア、ああそうなんだ、なるほど、ディクシーの方が、うん、大将いい大将いい、これ変わるよ、はい変わるよ、こうちゃん、はいはいはい、よろしく、いいよ、おい、ね、おい、あー、いけたと思うけど楽じゃないね、避けるのはって、うん、まあね、羽さんと同じ意見の方がいらっしゃいます、すげえすれすれ、仲ないんやろうね、
なんかしゃがんだり間にスンっていけたりとかないよね。いやーモコモコしてるから無理だなあれは。モコモコしてるかあれ。どっちかというと角張ってる感じするけど。いやモコモコしてたよ。何、うん、なんか煙的な。そう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 。ケム回もやったよ。ああ3回目。まあまあここまではね皆さん、はい、ここまでは余裕のよっちゃんなんですよ。よっちゃんよしこさんなんですよ。古いな余裕のよっちゃんって。お前昭和やな。そうやな、言うこと昭和やな。何を言うのよ。多分ね私より世代上だと思うよ。まあ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 言うても僕らもそんなもうすぐ若い年ではないからね。今の子余裕のよっちゃんじゃないの。よっちゃんとかは、うん、あんま有効はいない気がする。まあそりゃ言わへんわな。一般企業やったら部下がおってもおかしくない年齢やからな。そうやで、そうやで。うわ古い。あの何をおっしゃるウサギさんが来てる。いやもうびっくりするわ。うちの母が好きなやつや。何をおっしゃるウサギさんってお前今の子知らんで。バイトのクラッカー。わ懐かしい。あの百均とかでたまに売ってる。あありますね。絶対知らんけどツンツンツノダの天優子としてる。人は限られてるっていうツッコミが入ってます。そうね。さあ、赤よ。ツンツンツノダの天優子とか知らんでしょ。待って。聞いちるわ。フォアちゃん前田のクラッカー聞いちるわ。前田のクラッカー好きなん。早いよシューン。よいしょ。俺来るでしょ。でもそろそろ来た来た。そろそろ君来るでしょ。俺が来て飛び越えていただいて、はい、飛び越えていただいて、はい、確かここで青いのですよ。青いのですよね。モコモコ来てるやん。モコ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 かあれ。飛び越えてもらって、うん、飛び越えてもらって、飛び越えてくださって、飛び越えてくださって、でもう一回なんか行ってよ行ってよ。さここでさっきあれやつね僕ね。なぜかあのお尻出してあのバチコーイって言ってたよ。めっこちゃんってバチコーイって言ってたもんね。これでああこいつかジャンプ小刻みに飛ぶなお前。ストームトルーパーみたいなやつ。OK 来てるわよ来てるわよ来てるわよ。いけるスン。あなた近いわねいつだって。いつだってね、いつだって近いよ。はい。で、これか。飛べるわよ。全然飛べるわよ。ディクネーなら飛べるわよ。あかんやと思った。待って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 。A B を連打すればいいんじゃないのかい。さ、さ、ディクネー。逃げてー。動き回ってー。そうか動き回ればいいのね。そう動き回る。一点じゃ。決まっているので、ほうほう、また待って相手が姿を現したらビディのローリングアタック。ごめん、なるみさん何も聞こえてないです今。そうか。あ、でも分かった分かった。あのすぐ隣に現れるってことは、そうそう、要はそうあれだよ、吸い込みが終わって消える瞬間にいた位置に来るはずやから動き回ればいい。いやでも今のおばあちゃん、なんでしょうか。おばあちゃん、あ、また会いましょう。あ、俺読まなかったこれ。もう先に進みたくてしょうがない。クリアしたいんだよ。先に進めるためのアドバイスが来てるよ。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、あのドンキーの M プリを見てお楽しみください。どういうことや。どういうことや。ドンキーが農家さんってことはちょっと遠いのかな、場所的に。どうなんでしょうね。でもこのキャプテンクルールも結構ええ体しとる、ええ型にしとる。キングクルールのお兄ちゃんですよ。お兄ちゃん設定的には。お兄ちゃん、うん、最初同一人物って言われとったんやけど、途中でお兄ちゃんという設定に変わった急に、うん、なんか前回そう言うてたよね。言うてましたね。ちなみに残りが2分半なので。お2分半でこす。あ2分半でこすか。あかん。とにかく次は取ります。おい、いや2分半でこそう。頑張ろう。空見てるし、ああしまった。やってもだ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 。まだこの段階なら挽回がね可能なはず。青木さんでもここ苦手やからな。おいた。いやでもとりあえず君が出るまで待てばなんとか。そう。とりあえずだからあのここまでは出るんやっけ俺これで。出た。よしよしよし。変わるよ。変わるか。変わるよ。だってここれこの。このあれ、ここの辺は君得意でしょ。そうね。よし。いいよ。いいよ。さあ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 、なんとしてもプレイしたい。
勝利を我が手に、勝利を我が手にっていうジャンプの飛び方をしてるやろ。なるほどな、手の感じが。やっほーい、あげる。お届け物です、佐川です。さからに佐川。企業名はやめとこうか。さからに佐川を。それあのコメントでボスがさからさんって言ったを。山猿、そうそうそう、山猿急便です。ください。山猿急便ってね、黒猫的な。服着た猿の急便です。あれなんですよ、僕ああ嘘、いける、嘘、これだけやったら俺出てくるから、飛んでくれ、飛んでくれ、踏んでくれ、入れてくれ。オッケー、来たわよ。来ましたね。来たわよ。皆さんに猿がワニを倒す瞬間をご覧に見せましょう。さあ、いけるんじゃないかしら。ということはこれで。誰？来た。変わろうか。いや。これ違うでしょ。あなたでしょ。あ、これか。あなたでしょ。これか。くる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 浮きでいけても。飛んでね。ゆっくりなのよ。消えるわよ。消えるわね、スネークになるよ。来たよ。あ、じゃあそろそろ終わりですね。あ、はい、マジで。なのでどっかで止められたらストップをするかな。よし、あ、目つぶった。この段階、皆さん今、誠ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、では誠いただきましょうね。いきますか。はい、行きましょう。さあ、全9回ダメージを与えれば勝てるという情報のうち今7回ぐらい入れてるはずです。はい、で誠ありがとうございます。ありがとうございます。おいしょ。で、これか。はい、いいよ、いいよ。8回目、和骨を言うてから行くっつったら、要するにあのお疲れて言うてくれって言ってるのよ。つまりこの回でクリアするということだ。ああ、これか。いや、これ当たんねんな俺。行って、よっしゃ、よっしゃ。あの、和骨ですとか来たよとか。ありがとう、ありがとう。ダッシュして、ダッシュして、走り回って、走り回って、行け行け行け、走れ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 、向こうに行ける、逃げる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 、行け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 。これ AB 連打かけないね。あー、あれなんで俺掴んだのに逆方向行った。よし、タツヒコ変われ。よし、よし、分かった分かった分かった。あの、もったいないって言われてる。もったいないな。もっと言ってくれ、もっと言ってくれ。もっと言ってくれ。タツヒコにはもったいないお化けがついている。払って払って誰かもう。いいよ。1回目、1回目、頑張るよ。ディディは相手を飛び越えるしかないのかなって、さっきのお化けかな。そうね、多分まあ飛び越えるしかないでしょうね、あれは。そうなんだろうね、あれは難しいよね、ディディでやっぱり。やっぱくるくるしないといけないんですよね。はい、はいはいはい、はいはいはい。よいしょ。よいしょ、よいしょ。若干もうこの辺はやっつけ感が出てきてますけどね。ウニ、ウニ。7回まではやっつけですよ。はい、もうここまで来たらね。3回目、はいはい、ここまで来たらもうええよ、ええよ、出んでええよって行くよ行くよ、お前もう連れてかれんねやろもう一回っつってなんか犬か喜びしてんねんと。行くよ行くよ行くよ、逃げて逃げて、しゃがんで行って、しゃがんで飛んで組んで、はい、4回目、4回目、お届け物。こんにちは、よし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 。何名様ですか？おタバコお吸いになられますか？あのですね、多分さっきのもったいないお化けだと思うんですけど、はい、塩をまいてくださってる方がいらっしゃいます。ありがとうございます。顔文字で、ふわふわ塩みたいな顔文字が。ありがとう、ありがとう。払われたかな、払われたかな、多分。ということは、こせるということだ、おそらく。お届け物です。すいません、こちらの方にサインください。真っ黒、墨だらけになってますけど。オッケー、よし、いいよ。今長い5回目かな、6回目かな、これで当てたら。オッケー、オッケー、行くよ、行くよ。もう手慣れたもんですよ、手慣れたもんですよ、こんなもん。そんなん言うとったら当たるから、ちょっと待って。落ち着いていこう、落ち着いていこう。はい、救い投げ、落ち着いていこう、落ち着いていこう。よっしゃ、焦らず行こう、焦らず行こう。よっしゃ、オッケー。小中空手やってたやつを舐めんなよ。黒帯取ったやつを舐めんなよ。すごいぞ、鉄球だって避けれんねんぞ。鉄球だって避けれんねんぞ。避けてんの猿やけどな。小学校の時空手習ってるやつは鉄球だって避けれんねんぞ。
これ変わらなかやつ。あ、そうか。オッケーオッケー。はい。やっつけますよ。やっつけますよ。オッケー。これいろんな意味でやっつけますよ。やっつけ仕事や。はいはいはい。はいはいはい。はいはいはい。安定してきたねって。ありがとう。せやろ。せやろ。しょ。はい、鉄球だってよげますよ。オッケー、逃げよう。逃げよう逃げよう。オッケー。小中高とボーイスカウトやってたやつは鉄球だって言うけりますよ。そうやぞ、なめんなよ。なめんなよ、この野郎。鉄球よけって空手ばかり自体でもそんな得してないかも。ねえ、ボーイス…違う、空手ばかり自体でただの空手ばかりやったから無理だぞ。あ、これね、ボーイスカウトやってるやつは紫も逃げれる。え、マジでボーイスカウト任せろ、任せろ。走れよ、走れ、走れ、走れよ、走れよ。あ、そこそこそこ。走れよ、走れよ、走れ、走れ、走れ、そのまま走り続けろ、走り続けて。はい、もうハンター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 ハン